じゃあこんにちは、聖太子さん。今日はちょっと面白い企画の内容なんです、はい、例えば、ホームラン王誰とか、守備が一番前の誰とか、そういうのってパッと誰しもが数字によって分かるものってあるじゃないですか。ナンバーワンを決める、三冠王にしても。例えば、最強のセカンドというと誰なんだとか、最強のショートって誰なんだろうってなると、それぞれ皆さんの中で何を重要視してナンバーワンっていうのが変わってくると思うんですよね。なので今回は現役ナンバーワンセカンドは誰だというのをまず豊さんが考える、ナンバーワンセカンドというものを決めてもらう。難しいな。そのチームによっての事情もあるしさ。そうですね、守る。だから、ね、例えば牧なんかはもうダントツなんだよ、バッティングで言えば。そうですよね。まあ、チームの4番を任されるぐらいのバッティング持ってるし、うん、まあ、今は2番打ってるけども、はい、バッティングを優先すればいいのかっていうこともあるし、うん、はい、いやいや守備だろっていうのもありますよね。いやいや守備だろっていうこともあるだろうし、やっぱバランスっていうこともあるだろうしな、うん、俺はどちらかというとセカンドに求めるのはバランスなんだよね。偏りではなく打てればいいとか、やっぱ打つのも打たなきゃいけないけども、うん、長打がなければ3割という、うんうん、とか守備でも9割9分以上の守備率は誇ってほしいとか、うん、それに伴っての守備範囲っていうのがあるから、うん、ある程度足もいるっていうことも含める、うんうん、はい。ただ現代野球だと AI がポジショニングを叩き出してくるから、そこに守ってると飛んでくる、その正確性っていうのもものすごい要求されるよね、はい。だからまあ昔はコンピューターじゃないけど、ああこのピッチャーの力量とこのバッターを合わせたらまあこっちかなとか、はい、いやいやこっちだなとか、まあ、いろいろこう考えながらやったけど、今もう AI が叩き出すからね。そうですね、そのバッターによって、はいこっちの守備行って、そう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 、はいこっち行って、カウントこうなったからここ来て、そうそうそう、ね、いやだからそういうことでやっぱポジショニングっていうのはすごく大事だしね、うん、でもそこに守ってても確実性がないとダメだし、はい、ただ違うところに来た時にその脚力で、うん、取りに行けないといけない、はい、まあ、守備範囲ということもあるし、はい、だからまあそういう視点で決めていきたいとは思うけど、はい。というわけで12チームから1人ずつセカンドの選手を12名合計出してみました、はいはい、でそのチームの中でセカンドを守った試合数が一番多い方を代表としてセカンドで出しました、はいはい、今出ていると思うんですけれども、DeNA からは牧選手、巨人からは吉川選手、阪神は中野選手、カープは菊池選手、ヤクルト山田選手、中日田中美希也選手、西武が外崎選手、楽天小深田選手、ロッテ藤岡選手、日本ハム石井選手、オリックス太田選手、ソフトバンクホークスが牧原選手というふうに並んでいます、はい、試合数一番多いのが赤野選手の138試合で、うん、一番少ないのが日本ハムの石井選手の68試合とちょっと偏りが出てしまうんですけども、まあ、ここはそうちょっとだから、まあ、数字をこうやって出してもらってるんだけども、はい、まあ、だけど試合数が少ないとちょっと参考にならない部分もあるしね、守備率とか、まあ、守備率とかね、そうですよね、いろいろとね、はい、いや倍ぐらい違ってくるから。そうなんですね、そんな一番少ない人と多い人でもね、うん、はい、それだと計算しても少ない人の方がまあ有利っていうことも考えられるし、ね、もちろんあります、うん、で試合数ではやっぱダントツトップなのは中野選手の138試合、はい、吉川選手は137試合とほぼ拮抗しているような形です、うん、はい、で打率でいうともう牧選手の2割9分1厘が12人の中ではトップ、うん、はい、で次いでいいのがオリックスの太田選手の2割8分8厘がいいというふうになってくるんですね、やっぱり試合数の結果。まあだけど試合数だけど吉川は規定打席に達してるけども、うんうんうん、太田は達してないから、その違いはありますよね、まあ、その違いはあるよね。で安打数でいうと吉川選手の148本、はい、これがトップで、次ぐのが牧選手の141本、中野選手の122本と続いています、うん、はい、でホームランはもうこれはダントツ牧選手23本。そうだね、はい、でその次がヤクルトの山田選手の12本、はい、で打点ももちろん牧選手の71がトップで、続いていいのが吉川選手の45打点です、うん、盗塁に関してはもうこれ小深田選手の28が群を抜いています、うん、で出塁率これに関してはロッテの藤岡選手が一番いいんですよね、3割5分8厘というところで、まあ、ちょっと試合数というのもありますが、で OPS は牧選手の 0.845、 これが845が一番いい、で守備率はこれはトップ
ップが日本ハムの石井選手になっちゃうんですよね。またこれ試合数のことで、はいはい、まあ、68試合だからな。そうなんですよね、うん、あの吉川選手は137試合で、守備率が9割9分4ですよね。4でね、はい、はい、っていうことです。表を見ていただきながらという形になるんですけども、うん、この中で何を重視するかによってナンバーワンセカンドとか、まあまあそうだね、はい、それはね、バッティングで頼りになるのは脇だよ、はい、ね、これはもう間違いない、うん、ただバランスを考えた時に守備っていうことになると、うん、守備率が9割7分4人しかない。うん、エラーはかなりしてるということだよね、うん、あとやっぱりそれに伴っての守備範囲ということを考えると、じゃあ菊池と牧とどのぐらいの守備範囲が違うんだっていうことを考えるとね、守備範囲だったら菊池になるし、はい、だから総力だったらどうなるんだって、うん、そうしたら小型の28個そうですね、まあ、そうなる、うん、それに伴ってこの足を使えるんだったら守備範囲も相当広いでしょうっていうことも想像できる、うんうんうん、はいね、まあその中から、はい、まあ、いろいろ選んでいくと、うん、まあ、これはもう豊さんが主観でいいです、うん、もう数字はこう出てるんですけれども、だけれども豊さん的にやっぱり同じセカンドとして、まあね、豊さんが考えるセカンドのやっぱナンバーワン現役誰だということなので、はい、まずちょっと時点の選手、三角の選手もいるみたいなので、うん、その他は3、まあ、2、1とあの、ね、藤岡はもったいない、惜しいなと思うんだよね、三角、はい、はい、これはどうしてですか。いや、バッティングはすごく良くなったし、うん、だけどショートからセカンドにねコンバートされて、ちょっとね守備に対しての怠慢が目立つ。へー、俺が言ってて、うん、本人がこれを見てたら、うん、ドキッとしてると思う。そういうの見受けられるんですか。見受けられる。ショートの時の方が緊張感あるし、うん、一生懸命守ってた、うん、やっぱねセカンドに行ってね楽を覚えてる。藤岡そうだよなと思うんだ。もう、あー、そっか。あー、もっとできる選手なんだよ、うんうん、守備でも、はい、でも明らかにバッティングが変わった、良くなった。バッティングが良くなったという上でもやっぱり三角ってことなんですね、ここは。まあ、三角はやっぱ守備に対しての怠慢だな、うんうん、そこが原点という、落出しないようにっていうことだよね。ただやっぱりバッティングが良くなったっていう、ね、まあ、あの出塁率もさナンバーワンだしね。そうですね、うん、はい、だからそういう面ではそのセカンドにコンバートされて集中できているというか、バッティングにね、その分守備に対してね少し抜いてる部分、うん、そこが合わさってくれば豊さんの中でも、ね、いいセカンドの選手ということになるわけですよね。そうそうそう。でもう一人三角の選手がいるんですよね。まだ三角は中野、中野選手、はい、まあ、ちょっと率が低いんだけどもさ、はい、まあ、甲子園というね、まあ、独特な球場、うん、土のグラウンドで、まあ、セカンドをやってるという、うん、今年の成績っていうのは盗塁が6個ということで、はい、まあ、少ないし、うん、率でも2割3分2厘で少ないんだけども、うん、セカンドらしいな。あのタイプとしてセカンドらしい選手ですよね。そうそうそう、うん、だからまあちょっと今年の成績っていうのはもったいないけども、うん、まあ、よく守ってるかなというね、うん、土のグラウンドでね。豊さんが中野選手をあやっぱナンバーワンセカンドだよねって言いたいぐらいになるにはあと何が加わるの。いや、やっぱり率を上げることだよ。どのぐらい。やっぱり2番を打たされてるよね、はい、そしたらやっぱり2割8分ぐらいは打ってほしいな、うんうん、それと盗塁も20個ぐらいは走ってほしい、うん、まあ、最低でも、うん、っていうことで三角になっているってことですね、はいはい、他に三角とか自転の選手っていますか。他はいない、まあ、特別枠は菊池だよ、はい、あ、うん、これはね別格だよね、うん、確かに打率はねそんなに、まあ、年齢的なねその衰えもまあ多少感じる時はあるけども、うん、守備に関してだってそうだし、うん、彼は AI を使ってなくてもなんか野生の勘というかさ、はい、まあ、そういうことでポジショニングを割り出してこれる、うん、まあ、選手だと思うから、うんうんうん、やっぱ体の使い方だとか、まあ、身体能力、はい、そういうのを考えて、まあ、特別枠だよね、うん、もう特別枠って上の特別枠なんか電動みたいな感じですよね。もう君はいいよ確かにその数字では推し量れないものをやっぱり菊池選手っていうのは、まあ、セカンドではあるな、はい、見せてくれてますよね、はい、さあここからは3、2、1とランキングでいきたいと思います、はい、3位は小深田、はい、あ、楽天の小深田選手、はいはい、ちょっと率は低いんだけどもさ、はい、まあ、28盗塁ということと、うんうん、9割9分2厘守備率がね、はい、まあ、全体の4位上げられてるし、うん、あとは率さえ上がってくれればいいのかなという、うんうん、
っぱりそのセカンドで足が速い盗塁ができるっていうのはやっぱり魅力の一つ。これはあの守備範囲とか、うん、カバーリングだとか、うん、そういうことに足は生かされるから、うん、そういう意味では、まあ、しっかりやってるんだろうなっていうふうに思う、ね、うん、しっかりできると思うし、ね、うん、はい、続いて2位いきましょうか。2位は牧。お、1位ではない、はい、うん、2位牧選手。やっぱね、はい、9割並ぶ4人という守備率、はい、まあ、これがやっぱり気に入らないよね。なるほど、ホームランもダントツ打ってますし打率もいいと。だから打てるセカンドなんだよ、うん、バランスのいいセカンドでは、打てるセカンドで守備には多少目をつぶろうかっていうセカンドなんだ、うん、それではセカンドはダメなんだ、うんうん、俺の中ではね。あ、もちろんこれ豊さんの中では、ね、そうそう、俺の中ではね、うん、だからやっぱりこう守備っていうことの打てるだけに大事さっていうのも逆に牧は分かってると思うんだけども、はい、その守備がちょっとおろそかになってるかなという感じがするので、うん、だから確実にベストナインではセカンドには選ばれるけれども、間違いなく選ばれる、ゴールデングラブでは選ばれないよねっていう、うん、いわゆる打てるセカンドっていうことなんです、ね、だからゴールデングラブ賞半分、はい、ベストナインも半分ぐらいの選手でいい、豊さん考えるナンバーワンセカンドは、そう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 、あ、だ本当にバランスってことですよね、うんうんうん、ということはそのバランス的にナンバーワンの今年の場合はね、はい、吉川、巨人の吉川選手、はい、この吉川の今年の活躍っていうのは素晴らしいよね、うん、打率2割8分5厘、うん、安打数は特に148、うん、守備率が9割9分4厘、うんうん、でまあ、2番を打ったりとかねすることが主だったんだけども、うん、まあ、45打点というね、うん、全体の率が落ちる中、うん、ホームランも減る、打点もそれに伴って減ってる中での45打点だから、はい、うん、これはやっぱり評価してあげていいと思うし、うん、9割9分4厘、うん、守備率の2位ということで、はい、非常にバランスが取れてるかなという、うん、まあ、感じがするし、はい、やっぱ守備範囲それに伴っての、うん、まあ、足も速いしね、はい、ただ盗塁には反映されてないんだよ、あんまり盗塁11ですもんね。でも吉川の11っていうのは少なすぎる、盗塁王を取れるぐらいの足は持ってるよね。何個ぐらい豊さんだったら吉川選手に注文して、やっぱ30個ぐらい走ってほしいよね毎年、うんうんうん、ぐらいの要求はしたいよね。豊さん的には現役のナンバーワンセカンドだと吉川選手になるっていうこと、まあ、吉川だよ、ですよね、うん、まあ、トータル的に言えばね、例えばだからベストナイン半分、はい、ゴールデングラブ半分、これがナンバーワンセカンドだっていう、まあ、そうだね、うん、だからまあね、牧がベストナインを取るだろうけども、うん、吉川がゴールデングラブ賞を取ると思う、うん、あ、なんか今年はね、そうなるでしょうね、うん、だから、まあ、合わさってっていうような感じ、うん、例えばこの、まあ、数字だけじゃないところで豊さんがこのセカンドの選手いいよねとか、そういった選手とかっていますか。まあ、田中幹也なんかはすごく守備で頑張って、うん、守備範囲も含めてね、うん、菊池に迫る勢いを感じたんだけども、もう少しね打ってくれないとな、うん、それともう少し自分で野球を動かしていいわあの子は、はい、例えばノートランナー一塁、うん、打てのサインでもちょっとプッシュバントしてみるとか、はい、自分でここはこうした方がいいんじゃないかっていう野球の感性っていうのはすごくいいものを持ってると思うんだよね、うん、まあ、そういうものがやっぱセカンドをやる人には必要なんだよ、うん、はい、だから菊池でも面白い野球をたまにやるときあるよね、うん、で奇想天外なことをやるときはあるけども、やっぱああいう風な奇想天外だとかここはこうした方がいいのになっていうような、まあ、そういうところをこう自分で表現していっても面白いかな、うん、まあ、それだけね、まだ実績が伴ってないから度胸がなかったのかもわからないけども、はい、彼はそういう感性を持ち合わせてると思うから、うん、まあ、それは表現してよかったのかなというふうには思うけどね、うん、でも現代野球というと、まあ、メジャーもそうですけど、はい、やっぱり打ってくれれば多少の守備目つぶるよ、打ってくれればっていうのが浸透してきてる中で、うん、やっぱり守りっていうのも豊さんはセカンドに対してはこう持ち続けてほしいなっていう、いや、それは守備あのな、うん、優勝してるチーム、ソフトバンク、うん、はい、巨人、はい、エラーの数がやっぱり一番少ないんだよリーグで、はい、そういうふうに確率のいいところは、うん、確率のいいままやっぱこう守っていかないと、うん、やっぱ勝負事って長丁場になってくると勝てなくなるんだよ、うんうん、ミスをしない、無駄なことがしない、はい、まあ、例えばピッチャーでもどういうピッチャーが勝ってるかというと、やっぱフォアボールが少ないピッチャーが勝ってるよ、うん、
出すなとは言わないけど、まあ、東にしたって加藤にしたって高橋春人にしたって本当、はい、フォアボール出さないから、うん、だから無駄なことするとエラーでもすると、はい、やっぱりそれが失点になったりだとか負けにつながったりだとかフォアボールが失点につながったりだとか、うん、いやだから無駄なことは減らす、はい、チームで全体で、うん、だからやっぱり守備は上手くなきゃいけない。確かにそうですよね、うん、なんか昔っていうとショートセカンドっていうのはやっぱりその率はそこそこでいいから守備の要っていう風なイメージが昔あって、まあ、あとはもうサードとファーストと外野手の人に打ってもらおうみたいな、まあ、そうだな、はあ、イメージがあったんです、ね、昔な、うん、エラーしても平気だったんだよ。えなんでいや打てばいいんだろうみたいな、はいはいはい、それエラーもする時あるわなとか思ってたの、はい、おっさんピッチングコーチの小谷さんという人に呼ばれて、はい、だからお前エラーはどう考えてるんだって言われて、はい、いやまあ人間のやることだからミスありますよね言まあ言うんだよ、はい、言ったけどまあ確かに極力減らそうとか、うん、やっぱりやっちゃいけないことだなっていうふうには思ってますよと、うん、あのなと豊かピッチャーっていうのはわざとフォアボール出す時もあるんだと、うん、それは傾斜に入ってると、うん、でもエラーっていうのは傾斜に入ってないんだよって、うん、そしたら打順の巡りが変わってくるんだと、はい、で結局エラーをしたがために4番に回ってきてそこで仕上げられたとか、はい、いろいろあるんだよって、うん、だから野手はエラーしちゃいけないんだって、うん、もうなんかそこから180度変わった、もう絶対エラーせんとこと思って。あ、そうなんですね、うん、まあそういうことを言ってくれた人はいるけどね、はい、まあ今そんなこと言ったらコンプラだとかまあそういうことで引っかかるかもわからないけどね、うんうんうん、でも俺がこう森藤に言うには別にコンプラじゃないでしょ、はい、だからこう言いながら伝えとくけどさいやだけどやっぱりねエラーっていうのはやっぱり良くない。そうですね、うん、やっぱりリズムが悪くなる。うん、よくそのねエラーしても打てばなんてね言いますけどそうじゃないんだと。だからね取り戻したとか言うじゃない。はい、呼びます、ね、俺大っ嫌いなんだその言葉が、うん、取り戻せないんだよミスは、はい、逆にサヨナラホームランを打った、うん、勝利を導いた、うん、そしたら取り戻したって言っていいけど、はいね、これは試合の途中で打ったからって取り戻してない、うん、やっぱ打順の巡りは相手は良くなってる可能性がある。そうですよね、だからそういうことを考えながらやっぱ守ると、うん、まあ、上手くなるかもなって。うん、まあね、皆さんの考えるそのナンバーワンセカンド守備に寄ってるのかそれともいやいや打つ方もだよっていう風になってるのか皆さんの考える現役ナンバーワンセカンドの選手もいたらぜひコメント欄に、まあそうだね、はい、まあ、今年はね、はい、まあ、吉川という豊さん的には、はい、はい、